下り線から駅を見る下り線から入線ホーム草薙駅は静岡県静岡市清水区草薙一丁目にある静岡鉄道静岡清水線の駅。駅番号は S10 東海旅客鉄道東海道本線の草薙駅へは徒歩3分ほど静岡清水線各駅で JR 駅に最も至近な駅である。1996年3月31日 以前のダイヤにおいても急行停車駅であった。相対式ホーム2面2線を有する。改札は、下りホーム新清水寄りの1箇所で、上りホームとの間は、校内踏切で連絡する。上りホーム踏切脇にある多機能トイレ、男女別のシャワートイレは改札内からのみ利用できるが、駅係員に申し出ることで改札外からも利用可能。新静岡、新清水の両駅とも、 東海道本線の最寄り駅からは一定の距離があることから東海道本線草薙駅を乗り換え駅として静岡清水線と東海道本線の最も自然な接続駅として機能しているため利用者が多く急行、通勤急行停車駅にもなっている。静岡県統計年間及び静岡市統計省によると2019年度の1日平均乗降人員は7673人で、 ある。この上皇人員数は、静岡清水線全15駅中2番目である。なお、同統計によれば、近年の上皇人員は以下の通りである。ありがとうございます。